今の職業を教えてください。今はあの昔会社員だったんですけど、今は独立して、自分であの自営業としてやってます。具体的な成果を教えてくださいですね。副業時代に、月収100万円というのを達成して、そこから独立して、で現在も、その100万円、月に100万円以上は、稼ぐことができています。稼げるようになって具体的にできるようになったことを教えてください。独立できたっていうのがまず一番大きなことと、独立したことで自分の好きな時間に、好きな人に会いに行ったりだとか、自分の、会社の都合ではなくて自分の、都合で、いろいろなことを決めれるようになったっていうのが、一番大きなことだと思います。平野さんにとってアカデミーはどんなところですか？アカデミーは、最高の仲間が、いる環境というところと、自分を一番成長させてくれる環境だと思ってます。これからアカデミーに参加される方に一言お願いします。はい、昔の自分もそうでしたが、ビジネスを始めるにあたってわからないことばかりだと思うので、そんな中で稼げるようになるために一番いい方法というのは、稼いでいる人がいる環境に入ることだと思いますので、ぜひこの環境に来ていただければ間違いなく稼げるようになると思いますので、一緒に頑張っていきましょう。